フィギュアスケートの超新星鍵山優真、羽生結弦も舌を巻く大ブレイクの秘密とは。今目指すべきものとしてそこにオリンピックがあるので。次世代のエース、氷上で輝く2人に村上が迫る。世界に衝撃が走った。世界選手権初出場の17歳が難易度の高いジャンプを次々と決め、堂々の銀メダル。一躍北京のメダル候補に躍り出た。鍵山優真、表彰台確定。17歳、超新星の名は鍵山優真。今シーズンシニアに転向するや即優勝。暮れの全日本選手権では羽生、宇野両選手と表彰台に立った。父は2度オリンピック出場を果たしたトップスケーター。幼い頃からエリート街道を歩いてきたかと思いきや、表彰台にも登ったことがなくて、全国大会でやってて意味あったのかなみたいな感じだったんですけど。二世と呼ばれ、将来を嘱望されながら果てなき闇の中をさまよい続けた。そんな少年が一躍メダルの有力候補に。何が彼を変えたのか。今や男子フィギュアのトップクラスは4回転を跳べて当たり前という時代に突入した。中でも鍵山は容易には真似できない特別な飛び方でメダル争いに食い込んできた。一番大事になってくるのはその軸の作り方ですよね。先駆者である父が明かす4回転理論とは。オリンピックで金メダル、北京で大願成就を狙う父と子の13年。北京オリンピックまではもう1年切りましたけれども、はい、まあ、代表入りが決まればもちろん出場という形で迎えるオリンピックになりますが、はい、いかがでしょうか。そうですね、まあ、まずその、まあ、オリンピックに出るということはまず日本でも一番にならなくてはいけなくて、はい、もっと表現力の幅を増やしていかないといけないというか、はい、その自分はこういう表現もできるんだよとか、うん、ああいう表現もできるんだっていうのももっと増やしていかないといけないので、はい、そこはもっと練習しなきゃいけないのと、はい、まあ、あとは、まあ、一番簡単に言うならやっぱりジャンプの種類も、あと4回転は 1,2 種類増やしていかないと本当に世界では戦っていけないので、うん、頑張っていきたいなと思ってます。もうきっと当然羽生選手、宇野選手とも戦っていかなきゃいけない。はい、そうです。これからの時間ですからね、はい、もう羽生選手、宇野選手がまあ一段ずつ登ってる階段を僕はもう一段飛ばしとか二段飛ばしぐらいのペースで本当に今のうちにやっていかないと追いつかないので、もう人一倍努力したいなと思ってます。お二方、宇野選手、羽生選手の調整力とかっていうところもやっぱりすごいもんですか。すごいですね。僕はその今シーズンは全日本の前に何試合かこなして、はい、そのだんだん自分のプログラムだったり技に磨きを、はい、磨きをかけていったんですけど、はい、羽生選手と宇野選手は、はい、全日本が1戦目だったので、そうですよね、トンと、参加されてパッと結果出すというしかもその1戦目であそこまでの演技をできるっていうのは本当にすごいと思いますし、僕なんか1戦目より成長を感じられた部分っていうのは見られたんですけど、それでも近づけなかったっていうのが、うわ、そんなちょっとすごい悔しかったなと思います。これも本当にプレイヤーの方しかわからない壁というか、うん、ただただすごいって思いました。それもまざまざと見てしまい肌で感じたもう目の前で感じました。でも結果としてやっぱ我々からするともう見事な結果だと思いましたけれども、はい、YouTube も引き続き見てるんですか、宇野選手の。今日も宇野選手の、はい、過去動画振り返ってたんですけど先ほど休憩して、これも聞いても全然半日ぐらいずっと見られるらしいですね、平気で。そうですね、今の僕の YouTube の履歴欄が宇野昌磨、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 羽生結弦、羽生結弦、羽生結弦でその他の選手って多分なってるのでもうファンのごとく見てしまってるから今は、はい、
これは現在進行形で、はい、あのやってるんですけど、はい、あの宇野選手のショートのステップを覚えるっていうのをやってます、はい、あでも練習にもなりますもんね。それはそうですね、なんか真似したら上手くなれるんじゃないかっていう。あのインスタもね、写真ちょっと今日もご用意させていただいたんですが、はい、あのメダリストアイスでエキシビションで、はい、の後に、はい、全部終わった後にその撮った写真なんですけど、羽生選手が、はい、俺が撮るよって言ってきて、で、あの自撮り風、あちょっと先生それで先生俺が撮るからって言ってくださったはい、そんなことあっていいのかなってなんかすごいそこはなんかいいですね、ウイウイジさんをね、影山選手もすごい嬉しかったです。もうさあ、そして宇野選手とのツーショット、はい、ちょっと少し緊張して硬い表情ですけどね、硬すぎて後ろの非常口の明かりがちょっと目に入ってきますから宇野選手はそのスケーティングだったり表現力だったり、はい、うん、すごい憧れの選手なので、はい、すごい取れたことが嬉しく思います。鍵山優真さん、フィギュアスケートを始めたのは5歳の時、傍らには父正和さん、日本で初めて4回転ジャンプに挑戦、全日本選手権3連覇、オリンピックにも2度出場を果たしたトップスケーター。そんな父を師と仰ぎ、二人三脚でオリンピックを目指している。競技人生をグラフ化してもらうと、さすがフィギュアスケート界のサラブレッド、見事な右肩上がり。しかしその道のりは実は苦難の連続、我慢の13年だった。ここまで綺麗な右肩上がりのグラフ、まあ、見たことないんですよ。でも12歳とかの時が、まあ本気でちょっとのめり込む時期でもあったと。そうですね、まあ、中学入るぐらいから、はい、まあ、少しずつその目標とかを持つようになっていって、うん、はい、これは何かきっかけがあったんですか。まあ、小学生の頃はあの僕はあの長野の軽井沢の方にいたんですけど、はい、あの僕と同じような同世代の選手がそこにはいなくて、はい、僕一人でずっと練習してたんですけど、うん、試合の時にみんなの方が全然上手くて、その時は、うん、表彰台にも登ったことがなくて、全国大会で。そうか、当時は、はいはい、羽生、宇野両選手をはじめ、今をときめくトップスケーターのほとんどは小学生の頃から表彰台の常連。一方、鍵山は小学生の頃、一度として全国大会の表彰台に上ることはなかった。当時、どんな思いを抱えていたのか。これも僕のちょっと考えすぎかも分かりませんけど、お父様の選手のキャリアの影響、やっぱ周りから見られる見方って、変にプレッシャーに感じたりとか、そういうことはなかったですか。いや、一切ない。あ、そうなんですね。全然、なんか、ちょっとだけありましたちょっとだけあったんですけど、それはどういったことで。中2ぐらいの時に、はい、本当に中2のちょっとの間なんですけど、はい、あのなんか自分のその成長あんまり感じることがなかった時期があって、その時になんか本当に上手くなれるのかなって、やってて意味あったのかなみたいな感じだったんですけど、はあ、これでも僕ちょっとこれも不思議だなと思うのが、練習場ではコーチじゃないですか、はい、家帰ったお父さんじゃないですか、はい、その練習の時のわだかまりみたいなんて、家帰ったら引っ張られるもんじゃないんですか。いや、言われることは全部家じゃなくて、はい、あのリンクで言われます。あ、じゃあ家のお父さんはもうそこで全部解決をして、はい、まあ、解決しない時もあるんですけど、はい、そこで大体話は終わって、家帰ったらもう、まあ、普通ではないですけど、まあもう何も話さないというか、まあ、あまりスケートのこととか話題にしないようにはい、していました。滑れども手応えを得られず、気持ちが切れそうになることもあった。そんな息子を父はどう見ていたのか。若かりし頃はなかなか表彰台にも恵まれなかったというキャリアでしたけれども、そこに対してコーチとしての焦りみたいなものは。焦りっていうのはなかったですね。
そう、おのずと、まあ、結果はどこかで必ずついてくるという。そうですね、もう上手くなるためにコツコツやるしかないと思っていたので、はい、だから焦っても体に負担をかけたりとか、なるほど、精神的に追い込んだりしちゃう部分も多分あると思うので、はい、だからこっちはもうどっしり構えて、もうやるべきことをコツ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 重ねていく、うん、もうそれしかないと思ってまいましたね。ご自身でもおっしゃられてましたけど、一度中学生の頃に影山選手ちょっとやる気が低下した時期がありましたとお父様からしてもコーチからしても見て分かっておられた時期ですか？そうですね、まあ、いわゆる中二病ってやつですね、うん、もう思春期の、あ、もうそれはもう理解された上で、はい、距離感を保ちながら、ね、この家と練習場の使い分けというのはどうされてたんですか？自分もコントロールはしてたんですけど、はい、やっぱり家に帰って玄関を開けてからもう一切スケートの話はしないっていうことは僕の中では約束事であって、はい、もうアニメが好きなので僕もアニメ一緒に見たりして、はい、家では結構わいわい騒いではいましたよね。あ、はい、でも音楽のほぐし方もちょっと気遣いますよね、そこは。かなりめちゃくちゃファニーじゃないですか、お父さん。ちなみに好きなアニメは東京グール。大好きなキャラクターを描く時間がいい気分転換になり好成績につながっているのかも。トップスケーターなら飛べて当たり前の4回転ジャンプ。鍵山はすでにサルコーとトーループの2種類を手の内に入れ、北京までに種類を増やしていくというのだが、その飛び方がすごかった。美しさ、安定感はかの絶対王者も舌を巻くほど。鍵山選手に関してはあれだけ勢いを使ってジャンプ飛べるっていうのは本当にすごいことだし、若いながらもやっぱり自分自身も勉強させてもらってるし尊敬してる点です。鍵山に破竹の勢いをもたらす4回転ジャンプ。最高の武器を授けたのはコーチである父正和さんだった。ただ、この4回転のことに関してはですけど、お父様が日本で初めて飛ばれて、で、あの独自の理論をお父様お持ちだという。独自の理論ってあのよく言われるんですけど、はい、基本的なことを教えるのに、まあ、あの自分の考えとか経験をプラスして組み込んでいった結果っていうだけのことであって、はいはい、まあ、基本的には皆さん変わってはいないと思います、ね、というふうにコーチとしても考えた、はい、一番大事になってくるのはその軸の作り方ですよね。軸の作り方とは、プロフィギュアスケーター村貴人さんに鍵山の4回転は何がどう違うのか解説してもらった。あ、めちゃくちゃ綺麗くなかったですかね。バッチリです。安定感がすごいですよね。やっぱそうなんですか、うん、やっぱり飛べてる時ってこの軸が変わんないんですよね、うんうんうん、左腕のこの回転つける瞬間のこの左腕の使い方っていうのが普通の選手とちょっと違くて、左腕、はい、普通ってこう飛びながら一緒に回転つけていくんですけど、はい、彼の場合左腕こっちまで振っちゃうんで、うん、そこに自分の体をつけていくっていう感じになるんですよね。へー、体に寄せるんじゃなくて腕に合わせる。そう、腕が行く方向に自分がついてくっていう感じになってるんで。はあ。村さんが着目したのはジャンプをする時の左腕の使い方。他の選手を見ると4回転を飛ぶ前、左腕はほぼ体の真正面、そして飛び上がる時腕を体に寄せている。一方、鍵山は飛ぶ前に左腕を後ろへ大きく伸ばし、飛び上がるとき
左腕に向かって体を寄せている。でもあれができると回転つけやすいんですよね、はい、けどスピード乗ってれば乗ってるほどそのやり方したら持ってかれますよ、ね、持ってかれますね。そこで生きてくるのがあの着氷の降り方なんですよ。やっぱり着氷って、うん、あ外れてるなって思った時の一瞬の判断じゃないですか、はいはい、それがそのセーフゾーンが広いんですよ。やっぱり膝が柔らかくこう吸収できる分だけ多少外れても耐えられる許容範囲が広いので、うんはい、そこでもうなんとか持ってきちゃう。うわそれってじゃ別の例えばトリプルとかでも応用できる。応用できますね。逆にあの違う4回転を習得していこうとした時にあの回転のかけ方ができるんだったら違う種類の上半身の使い方を足と合わせてあげるだけでだんだんこうマッチしていったら多分違う種類もやりやすい、うん、めちゃくちゃ伸びしろあるじゃないですか。じゃあありますね。快進撃の原動力となっている4回転、その精度を高めるため取り組んでいるのが縄跳びです。縄跳びである動作に磨きをかける。まあ、スケートに必要なその足 の、 その最後の押す力が似てるのでジャンプと。なるほどね。縄跳びといっても普通に跳ぶわけではない。四重跳びすげえな。スケートって、はい、あの膝を曲げてジャンプは飛ばないので、はい、そう空中でここは曲げるんですけど、はい、空中は伸ばしたまま飛ぶっていうのを意識してやってます、はい、僕は。トリプルアクセルを成功させたのは2018年中3の時。それから4回転ジャンプに取り組むようになったのだが、その矢先に悲劇が。父正和さん脳梗塞で緊急入院。どうしたらいいんだろうみたいな、一人だったので。コーチでもある父が脳梗塞で倒れた。そこで振り付けの指導を受けていた佐藤美沙夫さんに臨時コーチを依頼。メニューは自ら組み立て練習に臨んだ。そして動画を撮影、病床の父にもアドバイスを求めた。あでも新しい環境でも、まあ、なんかやりづらさを感じることもなくね、うん、対応してる。最初はちょっとそれに慣れるまでに時間がかかったりとか、そのどうしたらいいんだろうみたいな、一人だったので、はい、これからどうしようって感じだったんですけど、はい、まあ、でも少しずつ少しずつ、うん、もうそのおかげで、うん、自分でやるべきことはちゃんと自分でやるって、うん、あの考えるようになった。ちょっと大人になったかなって思います。あでも、まあお父様は半年ぐらいでしたっけ復帰。半年ちょっとぐらいだと思う、うん、どうでした。久々 の、 いやそのすごい楽しかったっていうか、うん、その自分も久々に見てもらえるので、はい、いい姿を見せたいなって思って、あそこですごい頑張ってました。めちゃくちゃ素敵な関係じゃないですか。やっぱお父様が離れたことによって本当にやらなきゃいけないんだっていう自覚の芽生え方、練習への取り組み方というのはすごく変わられたとおっしゃられてましたけれども、あの嬉しかったは嬉しかったですね。ただ、はい、入院してる最中はこう手が出せないのでそばで見てあげられるわけではないので、はい、やっぱり自分自身がやっぱりこういてあげたいなっていう気持ちにはなりましたね、うん、さあそして、グラフでは高校の時なんですけれども、はい、まあ、1年生で全日本ジュニアの初優勝、はい、スケート人生で一番手応えを感じた時期で、うんうんうん、父の病が眠れる才能に火をつけた。高1だった2019年全日本ジュニア選手権に出場。フリーのプログラムに選んだ曲はタッカー。父が現役時代に使っていた大切な曲。この日の鍵山は覚悟が違った。4回転トーループ、2回転トーループ、高いですね。
余裕もありました。さあもう一つの4回転、4回転トーループ、これも決めた。4回転ジャンプを次々と成功。ガッツポーズが飛び出しました。衝撃の演技。4回転はもちろん全てのジャンプに加点がつき、国内参考記録ながら当時のジュニア世界最高得点で初優勝。初めて父を泣かせた。全日本の表彰台の可能性は見えてきたので、やっぱり確実に狙っていきたいなって思ってます。鍵山優真さん、ジュニアながら全日本選手権の出場権を獲得。シニア初の表彰台をかけ、羽生、宇野両選手と肩を並べ戦うことになった。まさに時代の転換点、新しい星が生まれます。表彰台立っちゃっていいんですか。有言実行、ついに憧れの先輩の背中を捉えた。その勢いは止まらず、ユースオリンピックでは日本人では2人目となる金メダルを獲得した。お父さんもこの時ね、涙こうされてたわけじゃないですか。そんなお父さんを見られた時の気持ちっていうのはいかがでした。やっぱりその、今までたくさん苦労してきたので、そこでその努力が報われた瞬間だったので、本当に嬉しかったんだろうなって、自分も嬉しかったですし、お互い嬉しかったので良かったです、きっかけがね、僕の病気だったから、そのきっかけ自体は良くなかったとは思うんですけど、その朝起こされて練習に行ってたものが、やっぱり自分で支度をして、時間の管理をして練習の管理もしてっていうかことを自分でしなければいけなかったので、そこで多分一つこう、成長したのかなっていうところが、精神的な向き合い方というものが、そういう意味で2019年20年あたりからの、結果がついてきた、分かりやすく目に見えて出てきたという、中学3年生の時にグランプリシリーズ海外試合に選考されるようになりまして、次の年になって、4回転を習得して、そこはもう狙ってましたね。うわ、今年は多分上狙っていけるからちょっと頑張っていこうっていう話をして、全日本の まさか3位取れるなんて、表彰台に上れるなんて思ってなかったという、彼は全日本ジュニアの時にインタビューで全日本の表彰台狙っていけるって言っちゃったのでそこはちょっとコーチとしては誤算だったんですか、なるほど、やべえと思いました、ね、これは本当に結果出さなきゃいけないと言っちゃったよこいつって思ってコーチから見てこういうスケーターになってほしいなというイメージ像というのは終わりなんでしょうか。そうですね、最終的には極めてほしいですね。うわ、曲が流れてジャンプがなくてもみんなをこう引き寄せられる、ジャンプだけ見てても美しい技術を見せられる、もういろんなことに関してこう極めたスケーターになってほしいなというのは願いですね。これはお伝えされたことあるんですか。ないです、まだ。ぜひ聞いてほしいですけど、言っちゃいましたけど気づきましたね夢は北京で花開く。さあもうこれもちょっと今現時点で構わないんですけれども、鍵山選手にとってオリンピックとはどういうものでしょうか。前は夢で、自分の夢で、オリンピックに出たいなとか思ってただけなんですけど、今はちゃんと自分の今目指すべきものとして、そこにオリンピックがあるので出て優勝したいっていう目標があるので、すごい自分にとっては大きな、すごく大きな試合だと思ってます。さあそして最後の質問をさせていただきたいんですが、鍵山選手にとってフィギュアスケートとは何でしょう難しい。じゃあもうこれも今現在で構いません。本当にスケート一本で僕はやっているので、
スケートがなかったらもう僕には何も残らないですし、まあ、楽しいからやり続けて来られてはいるんですけど、はい、まあ、本当に大事だなって思います。